皆様改めまして浅野翔と申します。よろしくお願いします。今日はようこそお越しくださいましてありがとうございます。さあ1月6日そうね、おととい中耳が泣いているという歌で、演歌歌手デビューさせていただきまして、はい、これからこの中耳が泣いているを皮切りにですね、いろんな歌を歌って、歌手としても頑張っていこうと思っております。ありがとうございました。中耳が泣いている、お聴きいただきました。これこの曲が実は僕の歌手としてのデビュー作なんですけれど、皆さん中耳が泣いている多分おととい発売になったばかりですので、今日初めて聴く方も多いと思うんですけど、いかがですかこの歌。いいね、いいですね、いい歌じゃなくて、ね、いい歌ですか。なんかちょうどね、聴きやすい。ああ、本当ですか。聴きやすい、歌いやすい、歌いやすい。じゃあもう今日、この歌唱ライブの間にですね、ぜひお手元に歌詞もございますので、この時間でぜひ覚えていただいて、最後もう一回歌いますので、その時にはですね、ぜひ一緒に口ずさんでいただいて、カラオケにももう入ってますので、ぜひこの歌よろしくお願いします。